嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います。松本人志さんが都知事選という選挙を消去したとなしの票があれば投票したと発言して炎上しましたが、選挙で当選させたい人ではなく当選させたくない人に票を入れるようにするにはどうすればいいでしょうか。無理です要は一番票が多かった人が受かるだけなので、逆に言うと当選してない人っていうのは小池百合子さんに投票したのと一緒なんですよ。要は1位の人が勝つっていうのは何もしなければ1位の人が勝ちますと。でもし2位の人に票を入れた場合はそれが入れ替わるんですよ。なので何も投票してない人っていうのは1位の人に票を入れたのと同じ行為です。実際派遣会社で営業リーダーとして働いています。派遣先はほぼ野外社なのでスタックフォローがメインの緩い営業です。業界の先行きが不安になり転職を考えていますが、今後ガツガツした営業をしていく自信がありません。派遣営業の経験のみで転職をするとしたらどういった業界がおすすめでしょうか。多分ルート営業の店、営業系を見つければいいんじゃないですかね。今ちょっとどういう営業なのか分かんないですけど、その初めての会社にアポを入れてこれ買ってくださいっていうのって結構ハードル高いんですよ。でもそのルート営業の店、営業系って、もともとその売り先の取引先っていうのが決まってて、定期的にこうそこに行って、こんにちはって、うちのこれどうすかみたいな、これいらないすかみたいなのをずっとぐるぐる回るだけで、新規を広げなくても全然食っていけるっていうタイプの会社の営業っていうのもあるんですよね。なのでそういうルート系の営業の会社に入るともうちょっと楽なんじゃないですかね。これ読んだな。26歳、173センチ、80キロ男です。痩せたいです。アドバイスをください。食わなければいいんじゃないですか。なんか、運動して痩せようとするのって大体失敗するんですよね。運動して痩せれる人も多分100人に5人ぐらいいると思うんですけど、カロリー使うのってすごい大変なんですよ。で、食わない方が楽なんですよね。なので、食わないっていうのをとりあえず徹底してやった方が、カロリー量が減るんですよ。で、運動しようとすると運動するの大変だよねっていう、その、運動しなければいけないっていう時間だったり、その、熱意だったりっていうのにエネルギーを使うんですけど、で、運動するとめちゃくちゃ腹が減るんですよ。人間そういう生き物なんで。なので要は多くのカロリーを吸収して多くのカロリーを消費するっていうのをやってる限り、運動ができなくなると多くのカロリーがそのまま残っちゃうので、その体に入れるカロリーを減らすっていう方に重点を置いて、まずは砂糖を食べるっていうのをやってみてください。僕がその減量してる頃にやってたやつが、お腹が減ると粉砂糖を食べるってなってたんですよね。血糖値が下がると人間ってお腹が減るんですよ。で、砂糖を食べると血糖値が上がるので、お腹空いたっていうのが減るんですよ。で、粉砂糖ってあんまり美味しくないんで、いっぱい食えないんですよね。それでも、その粉砂糖をジャリジャリ食って、うへーってなって、で、口の中甘ーってなって飽きるんですよ。で、そうすると血糖値が上がるので、そんなにお腹減らないんですよ。で、その後に、そのなんか野菜だったり、こんにゃくだったり、そのカロリーのないものっていうので胃を埋めるんですよね。あと水をね 1,2 リットル飲むかな。で胃が満杯になって血糖値が上がると特にお腹が減ったっていう感覚がなくなるんですよ。でなんか好きなことやってさっさと寝る。で寝てる間飯食えないじゃないですか。でそうすると8時間とかちゃんと食べてないのに引っ張れるんですよ。で朝になってじゃあ普通に朝ごはん食べるみたいなのやっていくと、その食事の回数とカロリー量が減るんですよね、楽に。なので、いかに楽に痩せるかっていうのを意識してやってみるといいんじゃないですか。これ僕でも大学生の時にやってたので、今やれって言われたら厳しいかもしれないですね。一人暮らしだったっていうのありますけど。観光地の東京離島の家をリフォームし、Airbnb で高単価おしゃれ物件、外国人ターゲット用意したらニーズがあると思っています。リフォーム500万以上当たりますか？競合なしです。今はやめた方がいいです。結局そもそも外国人の旅行者というのを今日本はビザを出していないので、外国人旅行者目当てのビジネスは今やらない方がいいです。なので、世界が落ち着くまで待った方がいいんじゃないですか。どれぐらい待つかで、1年は無理だと思うんで2年ぐらいはかかるんじゃないですかね。
あ、へずまさんの前にかけての自殺した人を叩いた方がいいって、そう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 なんですよね。そのだから、あのキリスト教が自殺するの良くないって言ってるみたいに、その要は自殺をすると褒められるっていう社会的環境が日本はあるんですよ。要はその死んだ人を悪く言うのは良くないよねみたいな。例えばその今パブリックエネミーになっているへずまさんみたいな人が、じゃあ死んでしまったとしたら、あの人は優しいところあったよねとか、あの人はいいところあったよねとか、この動画面白いよねとか、へずまさんを褒める流れになっちゃうんですよ。でそうするとバッシングされてる人が、あれ俺死んだの褒められんじゃねっていう風になっちゃうんですよ。でそれを見て、あ、じゃあ俺も死んだ方が褒められるじゃんみたいな、なんか社会にこんなに言われるのが嫌だと思ってたけど、あ、死ぬと許されるんだっていうので死んじゃうっていうのがあるので、なのでそのへずまさんは死んでも叩くぞっていう勢いでみんな叩いてください冗談ですよ要はなんか死んだら許されるみたいな価値観があると、その死ねばゴールみたいになるんで、死んでも許さねえっていうので叩くんだったら僕はありだと思うんですよ。はい。なので、あのひげゆうじさんとかを叩くときは、あの死ぬまで叩いて死んでも叩くという感じで頑張っていただけるといいなと思います。31、職歴なし派遣です。転職を考えていますが、今後の状況を考えて何か資格を取ろうと思っています。ひろきさん、おすすめの資格等ありましたら教えてもらいたいです。まあ、とりあえず IT 系の資格を取れと僕は言ってるんで、データサイエンスとかそこら辺が取れると食いっぱぐれないんじゃないですか。今期2億5000ぐらい円ですかね、利益が出ます。2億5000万円なのか2億5000円なのか分かんないですけど、個人の資産を積みたいのですが、普通に役員報酬ですと半分税金取られます。何か良いスキームはありませんか。別の社長と別の株主の会社を作って、でそこに発注する形にして、でそこから個人事業主として仕事を受けるという形にしてください。要はあの、例えばじゃあひげおやじカンパニーっていう会社がありますと。でじゃあ僕が2億5000万円その西村博之カンパニーで作りました。で僕はひげおやじカンパニーのスタッフとしてひげおやじカンパニーに名前を入れますと。でそこのひげおやじカンパニーは社長ひげおやじ、株主ひげおやじで、僕はその余った2億5000万円の、じゃあ2億5000万円の発注をひげおやじカンパニーにします。でひげおやじカンパニーはそこで今度は僕に対して2億4000万円で仕事を振りますと。で1000万円分の仕事を一応ひげおやじカンパニーでやると、で納品するってやると、一応そのそこはその役員報酬ではないので 50% 取られるってこともなく、そこの売上の部分っていうのをそのままあの個人の収入にすることは可能ですと。ただあの大体税務署に突っ込まれてバレますよねいやいや、その仕事2億5000万とか嘘でしょみたいな、相場に合わせてそんな額になんないでしょって言われるんですけど、まあ、一応あの方法論としてありますよと。国立高専卒と、あとね、昔考えたスキームで、僕まだ一度もやったことがないスキームがあるんですけど、あの毎年会社を作るっていう、あの退職金って確かね税金かかんないんですよね。正確に言うとその役員報酬みたいなのじゃなくて経費で落ちるんですよ。で役員あの退職金の額ってある程度その期で自由に決められるので、その毎年毎年会社を作って、毎年毎年会社を生産するんですよ。でそうすると生産したお金っていう形で入るので、あれ一応経費になるんですよね。要は退職金として経費で払うっていうので、あの要はあの役員報酬ってあの 金額を毎年変えちゃいけないんですよ。始まる前に役員報酬1000万円ですって言ったらもう1000万円にしかならなくて、2000万円払っちゃったらそこのプラス1000万円は経費にならないっていうのがあるんですよ。なので毎年毎年会社を作って、退職金払って会社を潰して、新しく会社を作って、また退職金払って会社を潰してってやると、あれこれってひょっとして全部経費に落ちるんじゃねっていうのが思ったんですけど、あのめんどくさくてやってないです。はい、誰かあのそれやった結果知ってる人がいたら教えてください。国立高専卒と大学卒の社会的価値の違いはどの程度ありますか。どのレベルの大学以上なら高専大学の大学に行くべきですか。国立高専卒は就職率ほぼ 100% なので、海外大学より国立高専の方が社会的価値は高いかなと感じます。就職率でいくと高専の方が高いですね。ただあの高専を知らない人が多いので、例えば外国の会社と仕事をするのであれば大学の方が全然高いです。今その高専というのが存在しない大学、そう、高専っていうのが存在しない国の人にとってみると、高専って専門学校ですかっていう、その高校の後になんか
ちょっと働きたい人が働くだけの、なんか、あ、その、学びたい人が学ぶだけの、なんか、あんまり意味のないものかなって思われちゃうんですよ。では、技術的なそのレベルの高いとこをやるんだったら、高校の次は大学ですよっていう国のが多いので、なので、海外の人に理解してもらえるのであれば、大学に行った方がいいと思います。まあ、ただ、高専卒業した後に、その、高専卒業すると単体扱いになるので、その後で、普通の総合大学入るっていう手もあるんですけど、そうすると2年で卒業できるのが、なので、まずは高専行ってみて、もし必要だったら、総合大学入るっていう手もありかもしれないですね。ただ今、高専の方が、割と、まともな人というか、ちゃんと仕事できる人多い気がしますよね。桜インターネットっていう、もう一部上場企業になったのかな？レンタルサーバー会社の、創業者の田中さんって、高専の、もともと出身で、で、コンピューター、が好きで、自分でサーバーとか組み立てたんですよね。で、そのサーバーを組み立てて、で、それをデータセンターに置くっていうので、レンタルサーバーやってたんですけど、他のメーカーっていうのが、デルだったり、ヒューレット・パッカードみたいなメーカーの、サーバーを、データセンターに積んでるんですけど、その田中さんは、自前で買ってきたハードディスクが自前で作ったマザーボードを、並べて、それを売ってたんですよ。で、要はこっちの方が安いじゃんと。で、なんか壊れても、パーツ買ってきて組み替えるだけだから、絶対こっちの方が、要は、コスト低いじゃんっていうのがあって、で、その、同級生とかも高専なんで、で、わかりづらいかもしれないですけど、高専の人とかハードウェア好きの人って、ハードウェアを作るの好きなんですよ。なので、普通の人にとってみたら、壊れたサーバーを修理するっていうのは、お金をもらってやるめんどくさい仕事なんですけど、理系の人にとってみると、なんか知んないけど、ハードウェア組み立ててお金もらえるみたいな、プラモデル好きでプラモデル組み立てるんだけど、お金もらえる超面白いみたいな。で、壊れた、機械の、どの部分が壊れてるかを調べるみたいなのが、パズルとして楽しめるんですよね。要はCPU が悪いのか、メモリーが悪いのか、電源が悪いのか、ハードディスクが悪いのかっていうのを、こうやって調べたら、これで引っかかったから、これはハードディスクだろうみたいなとか、で、だんだん2になってくると、音でわかるのがなるんですよね。ハードディスクの音が危ないから、あれはハードディスクだとか、電源のファンの音が悪いから、そろそろあれ電源の自体が壊れてるよとか、っていう感じで、パズルの精度が上がってくるんですよ。っていうこと自体が楽しいっていう人たちがエンジニアでいるんですよね。